西宮、神戸、宝塚がお送りする ABC 交通情報です。交通情報センターの杉原久美さん、よろしくお願いします。はい、お伝えします。南阪奈道路が事故のため通行止めになりました。南阪奈道路は三原ジャンクションからの東行きの羽曳野インターと大志インターの間が大型トラック2台の事故のため、先ほど午前7時40分から通行止めです。このため東行きの羽曳野インターの出口で1キロ半渋滞しています。高速道路の中国道は大規模な工事のため、吹田ジャンクションと中国池田インターの間が上下線とも通行止めです。阪神高速道路は特に3号神戸線の西行きが生田川を先頭に西宮まで15キロ渋滞しています。一般道路の枚方市内の国道1号線は京都方面からの西行きが中振付近を先頭に4キロ、交差する外環状線の高槻方面からの南行きも中振付近を先頭に3キロ半混んでいます。道路交通情報でした。杉原さん、ありがとうございました。続いて鉄道です。 JR 学研都市線で線路の確認を行った影響で、学研都市線、東西線、宝塚線の四条縄手から新三田まで遅れや運転取りやめが出ています。空の便です。日本航空、全日空ともに新型コロナウイルスの影響で一部の便が欠航となっています。詳しくは各社のホームページをご確認ください。次の交通情報は8時40分頃の予定です。以上、 ABC 交通情報でした。プレミアムコンパクトアウディ A3 がスポーティーに磨き上げられ、進化したテクノロジーを搭載して新登場。見るほどに気品、乗るほどに品格。ニューアウディ A3 はアウディ西宮、神戸、宝塚